まあ、そういった、面から言うと筋トレにいい作用もあります。はい、皆さんこんにちは、山本良則です。今回はタバコとトレーニングについてお話ししたいと思います。私個人的にはタバコ今まで一本も吸ったことないです。あと、ちょっと匂いが苦手でして、タバコを吸っているような人がいると超早歩きで追い抜いてしまったりするんですけれども、個人の好みはさておいて、タバコはですね、筋トレにいいか悪いかっていうと実はそんなに悪くないです。なぜかと言いますと、いい面もあるんですね。いい面は何かっていうと、タバコのニコチンにはアロマターデという酵素を抑える作用があります。このアロマターデって何かと言いますと、女性ホルモンを増やす酵素なんですね。ですので、アロマターデが女性ホルモンを増やすってことは、ニコチンを取るとアロマターデ抑えられます。そうすると女性ホルモンが減ります。女性ホルモンが減ると男性ホルモンが増えます。ですので、タバコを吸ってニコチンを入れると、むしろ男性ホルモンが増える可能性もあるんですね。ということで、その意味ではタバコは筋トレにいいです。そしてもう一つ、ニコチンはですね、脳のある受容体に結びつきます。脳の中の神経伝達物質でアセチルコリンというものがあるんですけれども、そのアセチルコリンという神経伝達物質を、受け入れる受容体があるんですね。で、その受容体には実はニコチンも結びつきます。アセチルコリンがその受容体に結びつくんですけれども、代わりにニコチンが結びつくとどうなるかというと、頭がはっきりします。目が覚めて覚醒作用が起こります。タバコを吸うと頭がすっきりするっていうのはそれなんですね。私は吸ったことがないのでちょっとわからないんですけれども、例えばニコチンガムを噛んだりとか、ニコチンパッチを貼ったりすると頭がはっきりするような作用もあると思います。そういった、面から言うと筋トレにいい作用もあります。ただし、壊滅的にダメな面もあって、まずはですね、タバコを吸うとよく息が上がりやすいって言いますよね。それはタバコの中の成分がヘモグロビンと結びついちゃうんです。ヘモグロビンと結びついちゃうと、ヘモグロビンが酸素を運び込むことができなくなります。酸素を運び込むことができなくなると、筋肉酸素不足になっちゃいますよね。そうするとトレーニングできないんです。ですから、タバコを吸ってる人はすぐに息が上がっちゃう。トレーニングしても、もう息がハーハー上がってトレーニングできなくなってしまう。それが大きな問題になってきます。あと、タバコは活性酸素を増やしてしまいます。ただ、普通にトレーニングしてるだけでも酸素をいっぱい取り込みますから、活性酸素増えてしまうんですけれども、タバコを吸うことによってさらにその活性酸素がいっぱい発生してしまいます。すると、DNA 遺伝子が傷を受けてしまいまして、いろいろ病気の原因になってしまうということもあります。例えばがんで言いますと、タバコで言うと、口からこの気管支にかけてのがんが増えることはもうはっきり分かっていますので、そうした健康面から言ってもあんまり良くないということがありますので、タバコを吸っている人はできればやめた方が健康にもいいですし、トレーニングをハードに行うためにもタバコはやめた方がいいということになりますので、少なくとも私の周りでは吸わないでください。皆様こんにちは、山本良則です。この度、私がプロデュースしました ea のサプリメント ea 9の発売記念イベントが決定いたしました。その名もバルクス筋肉の祭典、10月5日の土曜日に行います。ゲストとしてですね、ケビンさん、ジンさん、そして山澤さん、その3人にお越しいただくことになりました。詳細はですね、概要欄をご覧いただければと思います。皆様ぜひよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後のセミナーなどの新しい情報はですね、LINE の公式アカウントからお知らせしていきますので、ぜひ概要欄から友達登録よろしくお願いいたします。